ってみたいと思います。これが、ね、本来今日ね、一番やりたかったんですよ。これ同じですね。この3カウントするところね。はい、チャレコね。で、文字が英語になってるんですよね。はい。で、タイトル画面も違うんですよね。1989年ってことは、日本版は1987年ですから、こっちの方がね、2年遅いんですね、発売がね。はい、ニンテンドー・オブ・アメリカ。ジャレコはジャレコなんですね。はい。はい、この間ね、クリアしましたけど、ちょっと、どう違うのか、ちょっとね、微妙に違うと。なんか、ホテルとかが違うらしいんですよね。宿屋の。で、もうね、ストーリー分かってるんで、もう、ああいう部屋とか入らなくてもいいと思います。部屋というか、上の表示が違いますね。お金の表示が、ドルになってますね。日本版は E なんですけど。ドル表示で、で、ボスのヒットポイントが QV になってますね。日本版は MV なんですけど、マザーインクリーザー、マザーインクリーザーだっけ？マザーインクリーザーのバイタリティってことで MV なんです、日本版は。こっちは QV になってますね。これ無視していいや。まあ、この面とかの構成は同じですけど、日本版とね。ホテルが違うので、そこが注目ですね。日本版とホテルが違うらしいんで。音楽とかは同じですね。よいしょ。お金もらえるんじゃなかったっけ、これ。こいつ強えな。そうそう、お金40もらえるんですね。はい。こいつなんか日本版より強くないか。これ絶対食らうもんな、こんなん。歩けられへん、あんなもん。あ、そうだった。難易度こっちの方が高い気がするな、なんか気のせいか。これヒートナイフパワーアップできるとこですね。まあ基本は同じですけど。はい。はい、同じですね、これも。10ドルなんや。あれですね、値段が安い気がしますね、こっちの方が。日本版よりね、なんかそのいろいろとね、値段が安いというか。なんかこいつが倒しにくくなってる気がするな、飛んでるやつが。押し相撲があったよな、さっき行けば。一面でこんなヤバくなるなんて珍しいもんな。はい、ここ押し相撲ですね。はい。連打できるかな。ああ、ファイトになってるね、上が。日本版だったらオスなんですけど。あ、そうか。連打機能ないね。このコントローラー。ちょっとこれ厳しいな。自分の連打でやるのは厳しいんですよ、これ。ダメやんな。連打機能ないな、これ。どのボタンもダメやん。セレクトもダメ、スタートもダメ。負けましたね。連打機能あるコントローラーしとけばよかった。レトロフリークのコントローラーはね、連打機能ないんですよ。230。
ここはまあ宿屋があるんで、一問とやばいですけどね、回復できますから。これがどんなんか、ちょっと注目ですね。日本版と違うみたいなんで。どんな感じか。はい。おお。え？でも短っ。まあ、洋風のなんかホテルでしたけど、あれですね、なんていうのかな。あの、風鈴の音がなかったですね。日本版の、あのホテルは風鈴の音で結構長く見れるんですけど、すごい短かったですね。まだあそこさっきのとこはまだ入らないんですよね。先にね武器がありますので、こうよくよく考えたらここはね隠し穴があって、ここにねスパイダーショットという武器が取れます。なんでスパイダーなのかはよくわからないです。雲と全然関係ないんですけどね。はい。しかもねこのスパイダーショットだけね特殊ですよね。自分のこう体の秘密を知ってね、手に入れるんで、その以降の武器は全部ね、買うって感じですからね、そのお店でね。これだけ買うんじゃなくて、自分でこう、無料でというかね、自分の体の秘密によって手に入れるっていう、あの、あれですから、そこは違うとこですね、他の武器とは。自分のオリジナル機能を自分で初めて知るっていうことですからね。これスパイダーショットを使えるようになりましたね。はい。はい、これね。はい。基本飛び道具ですね。あれ？これ使うとお金減りますからね。2ぐらい減るんですよね。で、ここ入っていいんですね。これ絶対食らうやん、こんなん。こいつが強くなってる気がするな、日本版よりね。こいつ強いですね。なんかあの、ごめんのやつとパターンが似てるな、飛んでるパターンが。はい。ごめんの飛んでる敵にかなり近いんですよ、パターンが。こっちの方がむずいですね。こっちの方が難易度高いんですね、日本版よりね。敵の配置もなんか微妙に違う気がするし。こんなとこにこんな、でかいやつ出てくるっていうのがね。やっぱね、後から発売してるからこっちの方がね、ちょっと調整されてて、ちょっと難しくなってるというか。ここギリジャンなんでちょっと怖いんですよ。はい。ちょっとこれヒットポイント足れるかな。あ、結構減ってますね。倒せるかね、このヒットポイントで。結構ダメージ受けてますからね。あ、いけるか。いけそうか。あ、いけますね。おお、危なかった。1しかなかったよ。これ、ジャレコなんで、これ、この忍者はね、ジャジャマル君なのかな？なんか、そんな気がしますね。はい。なんか、ここ、隠し扉があって、なんかアイテム取れるって、なんか友達が言ってたな。なんとかすれば。どっかにあるらしいです。わかんないな。まあ、いいか。いや。ここ上行かなくていいですね。で、ここでスパイダーショットパワーアップさせるんですね。これをね、前回のね、プレイの時に忘れてて、パワーアップさせるの忘れてたから、ごめんの敵が非常に強かったんですよね。
これでパワーアップしたんで、だいぶね、攻撃力はアップしたと思います。この武器ね。あ、ここまだ行かない、ここは。こっちじゃない。今日ちょっと親帰ってきたら終わりなんでね。親帰ってきた時点でちょっと終わっちゃうので、途中までしかプレイできないかもしれませんけど。なんか最近同じゲームばっかりやってますね。結局そういうことなんですよね。僕ってやるゲームのパターン決まってるから、大体。入ると。あれ。まあ、前回2面でゲームオーバーになりましたからね、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。そういう意味のリベンジでもありますから。はい。で、これで暗いところが明るくなるアイテムが手に入りますね。スキャナーゴーグルですね。あ、しまった。もろ食らってるし、俺。こいつ一発でね、倒せるけど、スパイダーショットがね、パワーアップしない状態だと2発ぐらいだったと思いますね。はい。明るくなってます。まあ基本同じですね、でもやっぱりね。ちょ、入っとくかな、宿屋。あ、宿屋入るならあれか。あれが、ヒットポイントのメモリが増えてからの方がいいですね。うん。その方が得ですね。ここでね、ヒットポイントメモリーが増えるんで、それを増やしてから宿屋行った方が得ですよね。4メモリー増えるんですよね。はい、これでね、増えます。最大ヒットポイントがね、増えますね。はい。最大ヒットポイントが増えるところってここしか僕知らないんですよね。3面、4面とかもあるんでしょうけど。で、戻ってね。宿屋に行きます。これ当たったら大ダメージですからね。気をつけないと。宿屋ちょっと遠いですけどね、はい、はい、これですから短いなぁ。めっちゃ短いよ。日本版の方がいいですね、宿屋に関してはね。演出が。ここも気をつけないとね、せっかく満タンになったのにダメージ受けてたらあかんから。よし。おっと、やばい。ちょっと、ゆっくりやね。日差しが出てきたな。このそ飛んでるやつは弱いですけどね。一面の方が強かったよね。はい。押し相撲いいわ。勝てないもん。もう今は今通過あれがないから、なんていうの。
連射装置がないから。しまった。結構ダメージ受けたな。はい。これいきなり行けば間に合うんですよね。はい。ギリギリなんですけど。これ、青の時に行かないと死んじゃうんですよね。信号なんですよ。はい。で、ここで新しい武器が手に入りますね。パルサー B ですね。これもいきなり行けば間に合いますね、ギリギリ。はい。皆さんね、また来年もね、よろしくお願いします。今年皆さんお世話になりました、本当に。はい。うわ、やばい。1アップですね。うわ、進化した。だから敵進化するのも早い気がするな。今度はいけそうな気がしますね。今度ボスはね、スパイダーショットでいきたいと思いますね。僕前回のプレイパルサービー使ってたんですけどね、5年前のプレイではね、スパイダーショットで戦ってたんですよね。こっちの方が良かったですよね。結局ね、よく考えたら。はい、ちょっとね、体力多い。敵のボスの体力結構多いですね。あー、やられた。負けましたね。だいぶ戻されるんですよ、これ。途中の道中でね、ボスまでにどれだけダメージを受けずに行くかっていうのがね、大事なんですよ。あぶね、ここで前回のダメージ受けてやられたんやったよ、ね。全然学べてないやん。パルスアビ取ってるからいいよね、もう行かなくても。はい、今度は、ああ、そう、入らんね、いつね。あぶね、今回満タンだから大丈夫ですよね。ああ、そうか、まだあるんか、そういえば。まだボスじゃなかったよ。まあ1アップ取ってるから、その分ね、もうないですね。さすがに2回目は取れないね。あ、しまった。今しゃがんでたら当たらなかったのにな、あれ。今度は大丈夫でしょう。スパイダーちょっと、なんか、結構お金減ってるのは減ってるな。でも、ボスの体力少なかったからね、倒せました。はい。そう、バネなんですね。どういう意味を表してるのかなと思いますけど。はい。3面ですね。3面。もうこれヘビの、ヘビが強くなってる気するな。ちょっと飛ぶ位置が低くなってる。これ何やったっけ？80E。これ宿屋かな？よくわからん。ちょっと、行かなくていいや、とりあえず。このヘビが、飛び方がちょっと難しくなってますね。うお、低いな、飛んでくる位置が。
下やったっけ？下やったかな？お、なんか今変やった。これ、上行ったら、違うとこに行って、なんかね、行ってしまうから、下、あ、これ、行き止まりやったんか、上やったんか、今。そっか。なんもないか、ここは。道間違えたみたいですね。はい。上だったんですね。三面は簡単なイメージありますからね。あんまりこう難しくないイメージがあるんで。ここ宿屋ちゃん、あれか、カープですね。パルサービーのね。こいつ3発か。あ、しまった！何しとんねん！まさか3面で死ぬとはな。こいつ倒した方がいいな。あ、届かないわ。行きすぎるの待つか。慌てることないわ。あぶね。この蛇が怖いっすね。この蛇ちょっとパターンがない。危ね、ギリギリやった。3発ですね、あいつ。ギリジャン。うわ、結構ギリジャンですね、あれ。なんかなかったっけ？あ、これ、回復ですね。はい。これでボスじゃなかったっけ？違ったっけ？あ、ボスですね。はい。これもスパイダーショットでね、僕前回の時、パルサービー使ってたんですよ。はい。そんな迷ってなかったからすぐ倒せましたね。はい、アヒルですね。アヒルちゃうわ。ただ、ここ。ここはね、ここ難しいんですよね。この、うわ、あの虫もなんかこれ、しゃがんでたら当たらない、あ、この、ここの場面はあれか、当たるパターンか。その部屋によるんですよね。しゃがんでたら当たらないとこと当たるとこありますからね。うわ、帰ってきたか。もういいや、無視しよう、これ。怖っ。これ確実に倒さないと、落とされますから、これダメ受けたら。よし、ギリギリですから、もしかも。ちょっとね、クイックセーブしますね。一応ね。はい。あ、帰ってきたな。帰ってきましたね。じゃあ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。